お前ら、俺様競馬チャンネルだ。この秋の G1 10レースの勝ち馬を予想する動画は、もちろん見たよな。見てないやつは、今すぐその動画を見た方がいい。完全有料級だからな。今回は、スプリンターズステークスの過去データ、重要データ、注目馬を発表するぞ。え、注目馬？それって10レースの勝ち馬予想と同じ、本命候補の馬じゃないの？まあまあ、落ち着け。俺様は、エンターテイナーであり、真の男だ。そんなめめしいことするわけないだろ。安心してくれ。初めて発表する馬だ。では、くだらない前置きは、終わりだ。スプリンターズステークスの話をしていくぞ。スプリンターズステークスは、9月29日に行われる、中山1200m の長短距離決戦だ。最初のコーナーまでの距離は、下り坂で 275m と短く、位置を確保しづらい。最後の直線前に木下り坂があり、ゴール前に急な上り坂がある。最初からスピードを飛ばしすぎた馬は、この最後の上り坂で止まってしまう。また、最後の直線は、310m と短いため、4コナーの下り坂でスピードをコントロールできずに外を回してしまうと厳しくなってくる。できるだけ内を回りたいところだ。よし、か、このデータだ。過去10年の最高配当は、2022年の3連単、468,950円だ。車4台分のアスファルトができそうだな。最低配当は、2019年の6,080円だ。クソ安い居酒屋ならギリいけるな。過去10年で見ると、荒れているレースが多い。あまり平穏な決着が多いとは言えない。配当から考えると、比較的荒れやすいレースと言える。注意しろ。次は、人気だ。過去10年の一番人気の勝率は、40%、連帯率 40%、副賞率 60% だ。まあまあ、普通だな。G1 にしては、少し低めかもしれないな。今回の該当馬は、里のレーブだ。その次に、成績がいいのが3番人気、2番人気と続いているため、人気馬の信頼度は、比較的高い方かもしれないな。だが、10番人気以下も何頭か来ているため、日も荒れする確率は高いだろう。俺様も現時点で、10番人気以下で買いたい馬が2頭いる。誰にも教えないがな。え、俺様競馬チャンネルは、崖っぷちなんだから、死に物狂いで予想しろ。おいおい、本当お前らは、ちょっと外れただけでギャーギャーわめいて、当てた時だけ下手にでやがるよな。俺様が1000円で100万円当てたとしても、その時は、下手に出て、俺様を褒めまくる。だが、外れが続くと、運で、たまたま100万円当てただけだろ調子に乗るな、とか。早く当ててください。とか言い出す。俺様が目指しているものは、そこじゃないんだが、これが競馬 YouTuber の宿命だから仕方ないな。俺様の YouTube を見ている奴らは、少なくとも真の男となれ。俺様を信じなくても、動画を最悪見なくてもいい。ただ、これだけは、守れ。人に優しくなれ。これが人生で一番大事だ。覚えておけ。よし、お前らが全員俺様の言葉に感動したところで次は、枠だ。有利な枠は、1枠だ。副賞率 35% と優秀なデータだ。やはり4コナーの下り坂でできるだけ内を回せるかがポイントとなりそうだ。4枠、5枠のデータも悪くないから内枠から中枠が狙い目だな。次は年齢だ。有利な年齢は4歳だ。副賞率は 32% とこれまた優秀だ。人間で言うと入社して5年目くらいの生意気なやつが活躍するのと同じだな。5年で大体人の本質が見えてくるからな。
間違っても1年だけで人を判断するなよ。痛い目を見るぞ。悪い。俺様の過去を思い出して脱線してしまった。競馬に話を戻す。今回の5年目、いや4歳はオーバンブルマイ、モズメーメー、ルガル、レーベリングの4頭だ。人気薄ばかりだが、確率的にらここから1頭2頭来てもおかしくないということだ。次は騎手だ。過去10年で一番勝利しているのはルメール騎手とか和田騎手で2回である。この2人は副勝率も約 60% である。ルメール騎手は5回出場、川田騎手は7回出場しているため、川田騎手の方が信頼度が高いかもな。データ上坂井騎手が得意となっているデータもあるが、それは1回しか出走していなく1回2着になっただけだ。データ上連帯率、副勝率 100% になってるだけだから勘違いするなよ。よし、では重要データを発表してやる。重要データは出走14戦以内の馬だ。このデータのことを全て知っているやつがいたら早送りしてくれ。知らないやつはよく聞いといた方がいい。14戦以内のルーキーの方が15戦以上のベテランより副勝率が高い。ルーキーの副勝率は約 30%、 ベテランの副勝率は約 15%。 2倍も差がついている。実績や実力が抜けており、圧倒的に強いとされている馬の時はそこまで考えなくていい。この重要データは紐を考える時に有用だ。紐を考える時、男なら頭数をできるだけ絞るよな。何が言いたいかわかるな。そうだ、迷ったら14戦以内のルーキーを買えということだ。今回出走するルーキーはサトノレーブ、ピューロマジック、マッドクール、無限、ルガル、レーベリング、オーバンブルマイの7頭だ。先ほど挙げた4歳の4頭のうち3頭がかぶっているな。まあそれもそのはず、4歳が強いということはルーキーが強いということだからな。当たり前という見方もできるが、それだけルーキーが活躍しやすいレースだと考えることもできる。覚えておけ。よし、ではお前らがお待ちかねの注目馬を発表してやる。注目馬は想定5番人気、東進マカオだ。前走のセントールステークスでは17番枠から終始後方を追走し、コーナーでは大外を回るロスがありながらも、直線では上がり2位の足を使い前にいる馬を飲み込んだ。前走は後ろからの競馬だったが、この馬はポジションを取り先行することもできる馬だ。さらにこの馬は外枠も苦にしない力を持っている。重賞を勝利した直近3レースは全てピンクボーデの勝利だ。内を立ち回って窮屈になるよりも外でのびのびと走らせた方がいいタイプだな。当日外目の枠を引くことができれば激アツだ。まだまだ喋りたいことがいっぱいあるが、今回はこの辺にしといてやる。次の動画はスプリンターズステークスで絶対に買うべき4頭を解説してやる。必見の内容だ。水曜日か木曜日に公開予定だ。お前ら全員楽しみにしとけよ。この動画を最後まで見てくれてありがとうな。じゃあな。